どうもミスログです。今回なんですけれども、こちらのイチョウ並木的なところにやってまいりました。ということで今回はイチョウをテーマに撮っていこうと思います。それでは早速撮っていきましょう。ということで今回はイチョウをテーマに撮っていくんですけれども、まずここですね、あのイチョウ並木がもうまっすぐ伸びているところがありますので、まずこちらを 1635mm の F1.8G マスター、こちらのレンズを使って 35mm っていう焦点距離で撮ってみました。ちょうど朝方でまだ人も少ない時間帯だったので、こう静けさの漂う雰囲気の写真が撮れたんじゃないかなと思います。朝日も今日はかなりいい感じになっておりますので、いい感じの写真が撮れるんじゃないでしょうか。ということでここをもう少し望遠気味でも1枚撮って移動していこうと思います。はい、ということで今のは 70mm の望遠にして撮ってみたんですけども、こういった奥行きのあるところについてはやっぱ広角、まあ、35mm 以下の広角よりも望遠にして撮った方が圧縮効果っていうのも効かせることができるので、より凝縮した写真が撮れるかなっていうところはやっぱり感じます。はい、続きましてこちらを撮っていこうと思うんですけれども、下ブルーシートがあってちょっと断念にはなるんですけど、ここでイチョウがかなり下に落ちてますので、下からローアングルで煽るようにして、この木、どれかの木を真ん中に添えて撮っていこうと思います。イメージとしてはこんな感じになればいいかなっていう感じなんですけども、今回は撮影モード A モードにして F 値を10に設定します。で ISO 100に固定して、シャッタースピード125分の1くらいになるので、この設定で今回は撮っていきます。OKOK、 いいんじゃないでしょうか、いいんじゃないでしょうか。はい、今撮った写真なんですけれども、下がイチョウの絨毯で、この真ん中から上にこう木の枝がガーンと伸びてるような感じで撮ってみたんですけれども、やっぱりちょっとこのブルーシートが邪魔になってるな感がすごい。ちょっとこれなんとかしてこのブルーシートが映らない角度から撮りたいんですけれども、まあこれお互い様な部分なんですけれども、かなり撮影で盛り上がってるご家族の方がいらっしゃいまして、さすがにあれの邪魔をするわけにはいかないかなというところでございますので、別の撮影スポット探しながらチャンスがあれば今のところでもう一回チャンス狙っていこうと思います。やっぱこういった撮影スポットは日中来たらシャッターチャンス逃す感がすごいですね。やっぱもうちょこっと朝一で来ようと思います。はい、続いてなんですけれども、ちょっと人も増えてまいりましたので、人を映らない構図を探して撮っていくんですけれども、ここ奥行きのあるような構図になるんですけど、ちょうど太陽が右から左に入ってくるような角度になっているので、こういうとこに影ができたりとか、向こうの方にも木の影がこうできるような形になっているので、一番手前の木にピントを当てて足元の影とかで雰囲気を作るような写真を撮っていこうと思います。足元にまあちょっと銀杏、めちゃめちゃこれ今臭いんですけれども、銀杏とかイチョウがこう落ちてるので、上にもたくさん咲いてるんだよっていう雰囲気もこのシルエット感のような雰囲気で伝えることができるかなと思いますので、影を生かした写真を何枚か撮っていこうと思います。はい、続きましてちょっと見つけたんですけれども、この奥のところにこのなんか一番てっぺんにこの変なオブジェみたいなやつがあるんですけれども、この手前にこの額縁がうまく作れそうな構図を見つけたので、ここで真ん中にこのオブジェを入れてあげて額縁構図にして撮っていこうと思います。でこういう時の額縁構図の見つけ方というか撮り方なんですけど、こう上のところにイチョウの葉っぱがこうやってあって、真ん中にこの被写体がありますってなった時に、僕はまず望遠にしてから構図を探します。望遠にさせて被写体をこう真ん中に入れてあげて、
額縁ができる場所をまず見つけます。この状態で広角に引くような感じにして収まりがいい場所を探すっていうやり方で普段はやってるんですけれども、ここに関してはまず1段目のここの額縁と、これだけだとちょっと厚みが少なくなってしまうかなと思ったので、もうちょこっと引いてみます。で、引いてみるとここにも厚みのある木が出てきますので、そうさせるとこんな感じで厚みのある上の額縁ができますので、ここはこの位置から縦構図で取っていこうと思います。という感じで額縁構図作ってみたんですけれども、個人的には額縁構図を作るときって単焦点レンズよりもこういった標準ズームレンズとか、まあ、ズームができるレンズの方が額縁のイメージは作りやすい写真が撮れるかなっていうところは思ってます。特に広角で撮るときなんですけど、広角レンズの特性として手前のものを大きく見せて遠くのものを小さく見せるっていう特性があるので、奥がスカスカ感のあるところで額縁を作ろうとするとちょっと残念な写真になっちゃうこともあるんですけど、ちょっと望遠させた35mm からちょっと引いてみたりとかをいろんなところでやって試すと、収まりのいい額縁のなんか厚みとかを見つけることができるっていうところが今までの僕の経験上はありましたので、個人的には額縁構造を作るときには単焦点じゃなくてこういったズームレンズを使ってます。あー、先のところ誰もおらへんやんか。撮りましょう撮りましょう。はい、でちょっとやっぱブルーシートを隠すことは難しかったんですけれども、さっきよりもこう圧力じゃないわ、ダイナミックな雰囲気の写真は撮ることができないんじゃないかなと思っておりますが、いかがでしょうか。で、皆さんの中で気づいてる方気づいてると思うんですけど、ちょっと緑がかった色味を黄色に色補正してイチョウの葉っぱを紅葉っぽく見せてます。今年は本当にこの紅葉がイチョウもモミジも見頃の時期が短くなる年な感じなので、撮りに行かれる方は本当にタイミング次第かなっていうところではありますので、ぜひチャンス逃さずに撮りに行ってみてください。ということで、人も増えてきましたので終わりにしようと思います。っていうか、どっかに7ニッパー入ってないかな。はい、ということで今回はイチョウを撮りに来たんです。突然太鼓が始まりました。これ音聞こえてますか。ということで今回はイチョウを撮りに来たんですけれども、銀杏の香りは本当に臭いですね皆さん。っていうか、これいつやってしまったかわからんのですけど、レンズのところに多分これ銀杏がついちゃいまして、やったわ。いや、マジでベチョベチョやなと思って触ってみて匂い嗅いでみたらマジで銀杏の匂いやったので、早速帰って消毒して匂い消そうと思います。ということで今回の動画は以上になります。今回の動画いいなと思っていただいた方は高評価ボタンとあとコメントお待ちしております。まだチャンネル登録いただいてない方は何卒チャンネル登録もお待ちしておりますので、よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。